レッチリエッグチーズはハラペーニョ食べるほど辛いのは食べたくないけど、ちょっと辛いの食べたいんだけどなっていう時用に食べたいハンバーガーってイメージで作ったんだけど、ベロに早く辛いソースを当てたいから一番下にもレッチリソースが入ってる。でパテチーズエッグっていう順番で間にそれぞれソースが入ってるんだけど、かじっていくと野菜から入るからダイレクトに辛さを感じるわけではないけど、卵とかチーズのまろやかさの中にしっかりと辛いソースが入ってくる。これ野菜下にしちゃうと野菜でまず辛いソースが消えて、でかつ卵もチーズも入ってるから全く辛さ感じなくなっちゃう。食べるときはこうやって食べてください。